これこれ。これは面白かったわ。まあ、新大久保でね、抗議活動、在特会と、桜井さんがやったときに、ここで一つ注意しておくべきことは、この新大久保デモについて、新大久保の在日たちは関係ないという、あまりにも愚かな意見があることです。在日韓国人は韓国籍を持つ立派な韓国人であり、彼らは韓国政府の所業について責任を持つべき国家の構成員なのです。韓国の国家としての行動に韓国民が責任を持つ必要がないのであれば、韓国人が言うところの植民地支配という国家の行為について日本国民が責められる言われはないという理屈になります。これ確かに納得やね。確かに韓国は本当にもう、韓国政府はね、もうめちゃくちゃなことやってる。で、これに対してやっぱり、この日本による在日韓国人は、やはり、自分たちの国がそういうむちゃくちゃなことを言ってる、あるいはその、まあ、とんでもない反日、常軌を逸した反日行動をしているということに対して、広い意味では責任ありますよね。いや、というか、彼らは、まあ、例えばですけどね、百田さんもそうですけども、100年前生きてないでしょ。私も生きてないんですよ。その生きていないことに対して責任取れと言って、いまだに言い続けてるわけですよね。いや、それ、我々としては、日本人として生まれたことに対して、どうすることもできないじゃないですか。要は、それなのに一括りにして批判をする。これこそまさに彼らが言っているヘイトスピーチ、差別じゃないんですか、ということなんですよね。でもあれね、今、世界がそういうふうな空気になってたもんね。今、アメリカはそうやもんね。つまり、もう黒人は白人をぶん殴ってもいいと。で、なんでやと。いや、俺たちは昔連れてきた。お前連れてこられてないやろと。お前の何代前やねんって話よね。